ジュンも寝てたやろ。何ちょっと待ってよ。トラやん。昨日聞いてたやんか。トラな。阪神ではないよ。タイガースではない。ね、見たら。こんな急いでいかんのじゃん。あれだけ。何が？これどっちやったっけ？どれ？出てけへんの。あれ？またそれか。それやな。かかってるかもな。なかなか行けませんわ。確かに。うまいの。どういうこと？何してるの？何？どっちにしてもそこに入れなあかん。嵐山でよろしか？よろしいよ。高速乗ってはやっぱ大阪市内から京都って1時間4分かかんな。だ今なにわのプリンセス無事ピックアップできたから。うちらがお迎えに上がってるからね。プリンセス。から出発いたしますんで。プリンセス一言みたいに携帯じってるし。早出してやる。お姫様嵐山連れて行かな。行くで。ということで嵐山着きました。久々やな。久々やな。嵐山は何年ぶりやろ。何年も来てへん。うん。あ、取れてなかった。あ、いいやん、人そんな多ないし。平日なもんで今日は。今日は唐辛子ではないからね。唐辛子はもう季節外れ。前のあのクリスマスガールズで来たよかったのに。緑と赤の。ちなみに今日は京都で一泊します。まあ近いから京都別に泊まること必要ないけど。まあせっかくなんで。あんたここにあのすごい実力発揮してん。あ、ボートな。ボート漕ぐのうまかった。スイ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 。下にカモや。お前や。つがいや。カモは絶対つがいやろいつも。うわ、なんかかわいい。映らんわ。昔やられたくせに。お弁当も。ミノミノの山で。何され、あんな人たまに聞くで、君のサロンに全部持っていかれた。弁当持って帰ったんやろ。なんかリュックごと取られて。小学生ぐらいの時。そうや、中学生。リュックごと取られて山の上に持っていかれて。ほんで上から順番にカバンポン、ほんで弁当バラバラってして取られて、で順番にいろんなものを取られて。財布とか、カバン取られた。こうやってたのに。これはびっくりしたわ。泣いた泣いた。中学生やったら泣くわな。泣くわな。家帰ってお母さん、こんなのサボン取られてね。で全部取られた。ポッキーとかのお菓子も入れとった。あんなのはそのまま放ってくる。今のサビやったらそれも食べるんちゃう。賢いか。あんな嵐山です。皆さんで、こっち行ったら渡月橋で阪急の駅とかがあります。あ、違う、阪急の駅こっち違う。あ、阪急の駅このこっちやね。 お昼食べな。時間遅なったらそばとかでいいけど。はい、ここが渡月橋です。せやけどもう紅葉は完全に終わってんな。もう全部歯落ちてもってる。紅葉楽しむのと同時にでも人見に来たみたいなあれやろ。それはそれで風情はないからな。今これでも人多いやん。だって昔の嵐山やったら平日こんな絶対人おらんかったもん。いっぱいで渡られへんかったやん。何食べるかやけど1時前やから出張る人多いんちゃう今。平日ですよ皆さん。すごいわ人が。ただのほんまに平日やのに、うん、あ、そこやわ。前昔行ったカフェな。あれは多分ちょっとそっち行ってみようか。一本入った方が。車来てるよ。何や、いや分からん。ここ何、お餅屋さん。あ、美味しそうやん。あれ見て、ソフトクリーム美味しそうやん。形がな、ほらここ。あ、でも
ここ昔行ったわ。カフェ雰囲気いいけど食べ物はないやろ。あとちゃうやん。食べ物はないわ。あ、甘いもんやわ。それはまた後やろ。アカルボナーラとこはあるけど、そこはまた後やろ、うん、ちょっとお昼を探してます。そばかなんかでいいな思ってるんですけどね。結構どこもいっぱい。ここのそば屋さんも雰囲気良さそうやし、目の前あの桂川なんでね。ここか、行けますか。うわ、えらい待ってんね。ほらあかんな、めっちゃ待ってるわ。そのさ、こっちも待ってんの。豆腐料理やったらいけるんじゃん。なあ、奥の豆腐料理やったらいけるかもする。2000円ぐらいの。え、今こうしよう、豆腐にしよう。いけるか知らんけどな。席ご準備いたします。少しかけてお待ちいただけますか。そば並んでたんで。やっぱそばは昼手軽やもん。そばって言ってましたけど豆腐料理になりました。はい、はい、はい、あ、いいやん、広々してて。これは天ぷらがついてるかついてんかちゃん。これは大げさやろ。夜あれやねん。こっちやな、こっちこれでいいで別に。うん、火止めて3分ゆでたとな。止めて弱めてじゃなくて今弱めてくれはったで。止めたらそうやな、うん、何やろ。ちょうど夜やったね。そうやね、美味しかったね。なんか取ってつけたみたいな。カメラ前したら急に。そんなん言わへん。言わへんやん、いつも。ねえ、なんて言え。取ってつけたような。見れんとったら。おもろないわ、言われんの。おもろないこと言わんといて、ほんなら。ここ偉い、アラビカコーヒーやろ、これ。並べすぎちゃう。すごいな。ここもええホテルじゃん。ムニ。ムニってめっちゃいいとこやったんじゃん。すごい高いとこじゃん。ムジちゃうで。ムニ。唯一ムニのムニじゃん。閑静な住宅街ですわ。よく寝言なんか言うたら響き渡んで、この辺で。言うてるもん。寝言治らんわ。すごいからな。こないだおったカラスってなんでわかる。分かってんねん。このな、中のおっちゃんがいつもな、あの煮抜きの卵あるやん、卵。あの売店で3つぐらいやるよね、こう。うん、で、君だけ食べんねんな、そのカラスカラス。ほんで、あの80何のおばちゃんがカーコってあだ名つけてあんねん。これカーコやわ、言う。ほんで、うちらのみんな止めてる自転車のカゴにも、もう後ろにおんねんから。ああ、言うて。くれくれって言ってんの。ほんでそれ3つかこの間4つやったらしいねんよ。ほんで落ち葉のとこに隠すねんの、あの木の下で。ほんで上から見てるからそのね。上から見とるで大丈夫か言って隠してんねんやって。そうそう、ほんでそれだけもろてんのに売店で普通にモーニング食べてるおっちゃんのパンと出来よって。言うて食べてる人のトーストほんで転がして転がしてな、そこら辺でちょっとは食べとったかしら。あんだけ卵4つもやったのに言うて。ほんでまあ売店のお姉ちゃんが悪いからまた焼き直したかったけどな。まあカラスが取ったんやけどね。なんかもううっかりしたらあのテーブルのもんとかすぐ持っていくから。ほんま、そのカーコがやってんの全部。そうや、やるよね。こっちも前なんか
あの袋何やったかな、ポテチみたいな、その開けてないで、そのまま持ってくるで、くちばしで、あの屋根まで、うん、ね、今の話は賢いからそれも開けるやろ。チクリーンいつぶり、チクリーンいつぶり、どっちもいつぶりか分かんない、いつぶりは分かんない。そういえば何年か前かな、たまーに嵐山は定期的にたまーに来るやろ。まあでも竹林やったら紅葉関係ないしな。ここはだからあれなんやわ。あれしか入ったらあかんねん。あれね、人力車。そう、あれしか。あれ。阪神のあれじゃいます。人力車乗ったらここで写真撮ってもらえねんな。一般人はあかん。すごい人ですわ。結構ね、坂きついんで、皆さん履きや歩きやすい靴で お越しくださいませ。こうして上見たら綺麗やん、雰囲気よろしいな。この奥もあるのに気に入ったことあるの。こっちもあるで、あれやん、このほんまにずっと奥行った星野リゾートやろ。あ、そうなの、うん、ぶつかる。全然気づいてないやん、危な。ヒーヒーあるやん、ちっちゃいの。ここの食べられない。半分にして食べてんやん。ちょっと半分持って切ってして。これポテチだ。このヒーヒーするわ。ヒーヒーすんな。しばちゃんやないかいな。しばちゃんや。フフフ、した甘さの純米ヤギフルーティー、この中では一番甘い方のお酒なんです。すっきりしますね。大人数苦手な方でも飲みやすい。飲みやすい。ええー、なぁ、美味しそうなの選んでほんなら、うん、こちら銀醸酒です。あ、今のは大吟醸、大吟醸、はい。あ、あるの。今晩のアテとお酒ゲットできました。お漬物と、漬物が一番やてやんか。はい、ということで今無事、京都のホテル到着いたしました。車で下に停めてきたんで、今からお部屋の方行かせていただきたいと思います。ここはオートロックっていうかあれちゃうねんもんな。でも忘れはる人絶対おるからやで。はい、じゃあお姉ちゃんルームツアーして。ルームツアー。はい、ということで、まあ、結構ゴージャスなお部屋ということでルームツアーさせていただきたいと思うんですけれども、かー言うてる、トイレの音今流したから長っ。もういいか。ということで入りましたら、まず左手お手洗いでございますけれども、まあ、あ、開いた、おはようございます。あ、開いてくれるんでね、最近の。でこれだけかと思いきや、こちらにもメインのお手洗い、ございお手洗いバスルームかございまして、お風呂こんな感じでガラス張りになっておりますけれども、でもね、温泉あるホテルやったら、なんかなかなかお部屋で入らないこと多いと思いますけどもね。で、こちらがリビング。プリンセスちょっとくつろいでます。ほんまにプリンセスのくつろぎ方やね。ちょっと今日よう歩きましたね。短い足組んで張りますけども。で、こちら和室でございます。んで、こちらベッドルームでございます。はい、めちゃくちゃ広い。で、お外は、はい、これ隣あれやね、永山電車やね、確か。永山電車が出町柳からこう走っておりまして、こっから、こっちは八瀬方面ですね。で、また比叡山行く、あれもあるし、ロープウェイもあって、で、もう片方に行くと、あれどこ行くんや、忘れましたけど、あ、鞍馬、木舟の方にね、行く電車ですね。紅葉の時期やったらここもう真っ赤かったんやろうけど、今はもう落ちております、葉が。は
はい、じゃあ芝貸してもらおう。で今なんかこの京都再発見、魅力再発見とかいう応援クーポンもらえるんで、これでお得に泊まれるよっちゅう話だったんで、来させてもらってますけども。じゃあしましょう。あ、こんなんあるやん、セット。美味しそう、シャインマスカットのショートケーキです。あ、見るかな、フレッシュかと思ったっしょ。濃厚な色に見えた。こんなぐらいの器にスポイドと水の入スポイドあるやん、それがない。それとこんなマイク、クラシキチボリ公園みたいになってるやん。ということで今お風呂入ってきまして、すっきりいたしまして、今から晩ご飯行きたいと思います。中華ディナー、前菜、とろみのかかった中華風スープ、天津みたいな蒸したやつ3種類添えのせいろ、エビチリ、右上にパン乗ってる、牛肉のホロホロ炒め、最後はご飯で調整してなのチャーハン、ほんでデザート。どこに移してる？公式テレビ見るかな。テレビ見るの？これに公式。そうちゃうの？まあいいか。いつもそうしてるけど。ピスってやって、ピスって。あ、そっちいっぱいすぎる。入れるとこちょっとしか、これ入れるとこほんまちょっと、そもそもちょっとしかない。よし、Thank you。さあ、そして夜はですね、嵐山で買うたお酒とお漬物で晩酌でございます。お漬物ってなんでこんな美味しいんでしょうね。もう次の日顔パンパンにむくむこと覚悟で食べてました。ありがとうございます。ジュンも寝てたなの？まだ早いか、思ってた。着替えていかな。え？パジャマあかんの？スネット。暗いから時間わからんかった。こっちも早う起きてたんやけどな。何でも起きてたの？時計見やがった。頭どうしよう。どうしないの？ない。こんなん無理やで。もう別にええやろ、そんな9時ぐらいになってもええやろ。なんで時計見やんかった。6時過ぎやったら1回飛んで、ね、さっき言ってた早いな。ほんで時計もっとまだ言うたら8時なってんねんと。プロは諦めるわ。1回しか入って顔も悪くないし、ブドウにしてやったら無理。生きてんのにな、もう僕のこと。何か言う時間はまだそんなになってると思ってんの。頭どうすんの。頭何もせえへん。トイレ行くの。トイレ行くよ。あんた濡らしてピピしたら終わりやん。え、濡らしたらいいんちゃう。濡らしよ。
とりあえず頭形にもなった。こっちもめっちゃ寝汗かいたのに。こんなん初めてやな。前で、いや全然爆睡してたわけじゃない。絶対早いと思い切ってた。これ頭めっちゃんぽやで。これ痛いんで。え？これから風呂入ろうか。いやいや。こっちは普通寝てたからな。ちょ待つよ。これにこれ切るんだって。ホイットテックに。はい、行こうか。こっちは行けますよ。ちょっと待って、ほんと、びっくりした。眉毛が終わって、眉毛が出た。この電池って赤、赤すぎて分からん。もう行くんちゃうんかい。もう行くわ。もう行くんかい。もう行くんかい。行くね。ちょっと待って、見てこれ。何ちょっと待ってよ。もうやるわ。何してんの？仕事してんの？なんか回ってるなと思っててさっきから。じゃあ回してる。最悪なこと。みんなが悪いからな。お姉ちゃん見てみこれ。なんか回ってるな思ってる。もうまあ。8時半からなんですけど、今ちょうど8時半なんで、ギリ間に合ってるからな。まあなんとか形にはなったんで行きましょう。約15分ぐらいで間に合って準備したよ。無理だ、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 無理だ。何もなかった顔していこう。別に、いや、いいよ。ビュッフェやからええやん。和食の熱やったら待ってはるやん。そうやな。こっちはもう爆睡してたから全然わからへんかった。いや、起きたっていうか、ほんまなんとなく分解トイレ起きてんのに。これだから自分らがわーって言うて起き出した時からカメラ回してるから、そっから17分や経ってるもん。怖い。いや、そんなんするよ、上の。で、自分の頭がすごいんだろう。うん、こっちはすぐできるの分かってるから。なんか約20分で形にはなるということや。朝は京都の周辺で採れたお野菜を使った朝食ビュッフェです。朝やからこそ自分の体に気を使ってほしい、そんな料理長の思いから生まれた朝食ビュッフェです。飲み物持ってきてないよ。その後ろの朝、今朝めちゃくちゃバタバタいたしましたけれども、今からチェックアウトして、まあ、ちょろっと周り見るとこあったら見て大阪帰りたいと思います。まあ、1時間ぐらいで帰るんですけどね。1時間以上かかるか。ちょっとお酒も重っ。これそうやね、お茶も飲めるの。えらい荷物増えてるやん、息より。ジャンバーやな、取った。ジャンバー取ってへん。え、あ、ジャンバーってか、車乗ってきてるわ。はい、ということで、今チェックアウトいたしまして、まあ、この近く大原がありまして、大原3000円言うて、あの歌ありますけど、お姉ちゃん歌って。京都、大原3000円。歌ってくれんね。の、あるとこらへん、3000円行くかは、もう何回も行ったからな、3000円も。まあ、そっち方面、ここから10分ぐらいみたいなんで行きたいと思います。ということで、三千院大原やってまいりました。今日は平日やし、もうね、紅葉シーズンも終わってるから静かな感じ。恋に破れた女の人起きてるかな。冷えまんな。ちょっと寒いぐらいや、ちょうどええ。あ、シソ育ててる。大原のね、赤シソ有名ですけれども、赤シソソフトとかあるし、これシソですね。え、これシソやんな。ちゃう？
大根大根え、しそだってそこにさだってそこに赤しそって書いてたから赤くもないし大根なんこれ大根か大根の根が見えへんけどムチって怖いわやっぱでも外国の人多いなあ、可愛らしい見てなんかお供えしてあんのこれゆずこれちゃうでなんか見たことあるけどわからんお漬物やね青芝漬け美味しかったさっき朝ごはんあったけど隣の人間国宝さんに認定があるでこれも関西人しか知らん芝漬けの発祥地落ちた紅葉を楽しんで、うん、落ちたも綺麗やん、うん、あれでもなんでこの辺が落ちたもみじの葉っぱのところがないから繊維みたいなもみじの天ぷらが食べたことない何あのかりんとうかりんとうみたいな感じやねかりんとうかりんとうみたいな甘い衣がああそうな普通のご飯じゃなくてもみじ食べご飯天ぷらに出てくるってことあじゃないお菓子やめてますあお菓子で、それは知らんカリカリのどこどこかみたいな昔からあるもんなでもこれは今の値段今の値段でかくなる今のそんなに最近また別に前でこうあげてはっていっぱい店あるから、ね、そんなんどこにあんの大原で美濃猿がおるとかやん知らんわ、食べたことない箕面に紅葉の時期行ったことない箕面はお水の天ぷらやな、うん、へぇあれがまた美味しいのにカリカリで何枚かくれるんくれる袋で300円やな季節の時しかないずっと春見た春見たずっと春な季節じゃんなんかずっと一年中ストップしてるじゃんちゃんと飲みよでも塩漬けみたいにしてあるからそれ用にストップしてんのほんとあるのうん、あ、塩漬けのやつを甘くやつで揚げてんのはい、3000円いきましたで一服茶やラムネ飲みたいになるわまた靴の前の段階3000円入りましたそうだ、京都行こうのやつ東洋の宝石箱やって表現したこのお寺元は1200年前比叡山に建立された小さなお堂でしたハイライトは往生極楽院の国宝阿弥陀三尊像どっしり座るのではなく少し前かがみで立ち上がろうとしているのいるかのように見えます悩み苦しんでいる私たちそのままでいいですよこちらから迎えに行ってあげますというそれは優しい音声だと聞きましたよってお抹茶もね、すごい奥が霧がかってて雰囲気がよろしいですわらべ地蔵さん可愛らしいな手合わせでちょっと横向いてる首かしげたみたいな心が綺麗な人には見えんねん表情
今日の七福神、オンソラソバテイエイソワカ。オンソラソバテイテイエイソワカ。オンオンオンウガヤジャヤギャラベイソワカもあんで、アジサイ園もあったんや。アジサイこれほんまやな、サイ取ったら綺麗やのな。全部枯れてるけど、あの葉っぱある時、アジサイの葉っぱってものすごい茂るのに、冬こんなにスカスカなんねんな。なんかほんまに細いやん。ええこと書いてあるわ、ここ。一日一生生きてごらんなさいって書いてある。あれ鎌倉時代からあんの、すごいな。鎌倉時代石仏って書いてある。幼地蔵さんです。かいらしい。あーかい、ほんまにかいらしい。かいらしい言うたらあかんのかもしれへんけど、幼六地蔵いうことで6体いらっしゃるんでしょうかね。みんなちょっとずつ顔ちゃうし。あ、猫みたいな猫ちゃん抱いてはるのもおる。見て、めちゃくちゃ可愛い猫ちゃん。この方は笑ってはるんか、取り留まってはる。可愛い赤ちゃんちゃん。あ、ちゃうか、おまんじゅう、おまんじゅう。うん、6体以上おらへん。これおにぎり、あ、手合わせてはるわ。何持ってはんのかわからん。誰の歌？あ、ほんまや。遠くへ行きたいで来てるやん。知らない街へ行ってみたい、どこか遠くへ行ってみたい、みたい。行きたい。全部うろ覚えやからちゃんとは知らん。やってない、やってへんやんな。クローズです。チーン、行こうと思ったカフェ閉まってました。チーン。はい、ちょっと帰り道のカフェ来ました。ちょっと検索したらすぐ出てきたから。豆の木、桃の木、これもレモン。さあ、私たち頼んだのが瀬戸内レモンとホワイトチョコのタルトでございます。めちゃくちゃおしゃれでしょう。そしてですね、もう一ついただきました、こちら有機フランボワーズとピスタチオクリームのタルトでございます。酸っぱいのとか、あの、酸味のあるやつなのか、今日の朝のやつちゃんと声入ってるかな。何言うたんだろう、知らん、覚えてんけど。どっからやったんだろう。こっちが起きてすぐわーって言い出して、こっちもふっと起きて、そっからすぐもう8時やで、言うて、その辺から。うん、どんなこと言ってない。8時ちゃうかじゃん、8時15分ぐらいやったんじゃん。15分だったんだ。ということで、朝は大失態を起こしましたが、まあ最後良ければ全てよしということで、ゆったりとした時間をこちらのカフェで過ごさせていただきました。ということで、本日も長い動画ではございましたが、最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。もしもしよろしければですが、チャンネル登録といいねの方もどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画ですぐお会いしましょう。さよなら、バイバイ。